はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。流派界の剣士バスターブレイダーです。さあ本日なんですが、バスブレデッキがですね、進化を遂げましたんでね、ご紹介していこうかなというふうに思っておりまして、バスターブレイダーというギミック皆さんご存知ですかね。まあご存知の方も多いかなと思うんですが、このバスタードラゴンというモンスターで相手のモンスターを全部ドラゴン族に変えまして、あ種族をねドラゴン族に変えまして、で、ドラゴン族にしたモンスターを全部守備表示にして効果発動できなくするっていうスーパーサイコパスデッキとスーパーサイコパスデッキと、なっておりまして、このギミックめちゃくちゃ強化されておりましてですね、これどういうことかっていうと、ドラゴン族に相手を変えるっていうこのバスタードラゴンとこのね、深淵竜アルビオンっていうモンスターが結構相性いいんですよ。これどういう効果を持ってるかっていうと、相手のターンに自分相手の墓地のモンスターを合計2体対象として、お互いのフィールド上に1体ずつ特殊召喚できるよという効果がありましてですね、これフリーチェーンで相手の盤面にモンスターを送りつけながら自分のフィールド上にモンスターを出すっていうことができるんですね、墓地から。これ結構アナコンダとかから楽融合を打てば普通に出ますし、あと普通に楽融合をぶち込んでも出ますし、まあ、カルテシアとかの効果使ってアルバスと融合しても出るんですけど、こういう、まあ、出し方をすると簡単にこいつはまずそもそも出せますと。でこれでね、盤面にアルバスを呼び出すことができるんですね、簡単に相手のターンに。アルバスっていうのは相手のモンスターを吸って融合できるじゃないですか。で全部このバスタードラゴンでドラゴン族に変えてると、アルバスの楽園の特殊召喚で相手のモンスター全部吸えるんですよ。全部吸ってこれ出せるんです、アルバレナトス。これがね、なんかめちゃくちゃね、かっこいい動きというか、なんか豪快な除去方法になっていましたね。全部のモンスター超融合できるか、はい、あれよ、ユベルの融合体と同じ、OCG で強化されたあれと同じ、融合全部のモンスターで融合できる、はい、これをね今日は決めていきたくて、デッキ組んできました。あ、他にもね、破壊剣士の妖乱っていうカードでバスタードラゴン出すじゃないですか。で破壊万竜バスタードラゴン出すときに、そのバスタープレイダーと破壊剣カードを送るんで、まあバスタープレイダーとなんか、ドラゴンバスタープレイダーとか、あと追憶とか送られると思うんですけど、バスタープレイダーが墓地に行くじゃないですか。バスタープレイダーが墓地に行くよね。だからそうするとバスタープレイダーを相手の盤面に送りつけて、アルバスの楽に融合して竜破壊の剣士みたいなこともできるんですよ。だからね、これね、なんか結構割と破壊穴とかぶち込まれてもなんかフリチなんで、アルビオンがなんか割と臨機応変に対応できたりして結構強いんで、まあ、今まで結構ね追憶の効果発動って言った瞬間に、じゃあ破壊穴とか言われてバスタブレタ除外されてなんか融合できんとかいうこともあったんですけども、アルビオンの効果がフリーチェーンで蘇生できるんで、ここで破壊穴の対象になったバスタブレタを逃がして、アルバスとバスタブレタで融合するとかもできるんで、割とねできることが増えたなっていう感じですね。で、基本のギミックは全部楽園のギミックになってるんですけども、やりたいこと詰め込みすぎてデッキ枚数50枚っていう枚数になっちゃったんですが、しかも誘発あんま入ってないしね、なんですけども、まあちょっと楽園は、まあ、手数で割と押していける時もあるんでね、まあ、成功はもちろん強いですし、手数でご了承していければいいのかなというふうに思ってこんな感じにしています。まあ、ちょっと高校の勝率あんま良くないですけどね。で、あれアナコンダが生きてるんで、なんかマスターディーンのがアナコンダ生きてるんですよね。これそのうち禁止になると思うんですけど、まあ、これ生きてるんで、まあ、これ生きてるんだったら、まあ、アルビオンを、出しやすくなってるし、まあ、ミラジードも出しやすくなってるんで、まあ、このギミックはかなり成立しやすいかなというふうに思ってます。だから、バンリューも入ってる。バンリュープラスビーステッドイコール、破壊剣士の溶乱プラスアルビオンなんですよ。はい。バンリューを、の効果使って溶乱持ってきて、で、バンリュー1体でリンクして、でそのバンリーを除外してビーステッド出して、でビーステッド と、ストライカーでアナコンダすればもうアルビオンじゃないです か。それだけで一応できるやりたい動きがもう完結するんですよ。だからバンリュ プラスビーステッドができるように一応この辺の枠はいっぱい取ってます。そんな感じですね。はい、やっていきましょう。めちゃくちゃかっこいい動きなんで、はい、あとこのモンスターマジで美しくない？めちゃくちゃねロイヤル欲しかったんだけどね、ちょっと出なかった。はい、デュエルスタンバイ。いや、バンリュウちゃん来ちゃった。これはバンリュウちゃん来たが、なんかあんな。これバンリュウちゃん召喚するしかないんだけど、まあ、これ普通に無限ホールとかってほしいな。うららとか。あ、ないか。なるほど。ないんだ。なるほどね。これバスプレ持ってきて、で、まあ、とりあえずリンクして、バスターブレイダーは出せるようにしておきたいといったところ、デストライカードラグーン、マグナムーと、はい。
破壊拳の使い手バスターブレイダーくん、これ手札でもバスターブレイダーってくんねえかな。これ手札でバスターブレイダーならないのキモくね、このモンスター割と普通にそれはねそことキモいんですよね。で、守護板出して、で守護板効果ベイステッドもなさそうですねこれね、反応ないんで、で破壊拳ドラゴンバスターブレードを墓地に送っていく。でモンスター特殊召喚いけ、破壊拳の使い手バスターブレイダー、よし、まあ、すぐどっか行くんだけど、あのアナコンダするんで、アナコンダ生きてる世界線だからさ、このゲームなんか知んないけどちょっとあれだよね、展開ルート結構 OCG だと違って面白いよね。まあこれそのうち禁止になる気するけどな、さすがに。でアルバスとカルテシアでいいかな、これはクエムは後から出すかもしれないし、カルテにしましょう。で楽園融合で、まあ、いつもであればね普通にそのミラージェードとか出しに行くことが多いかなと思うんですが、私アルビオンちゃんを出すことに全力をかけておりますので、かわいい美しいセットセットエンド、これがね新次元のバスターブレイダーの先行展開。まあ、ドリードを融合を素材にして相手のモンスターを処理するということも一応できますね。これバスターブレイダーをね相手に送りつけるという動きできるんでね、一応。あ、なるほど、エクレシア、何ドラグマだくしくもこれあれじゃん、ドラグマ VS ベースというあまりにもエモい対決になってるな。エクレシアいいよ、これはですね、あ、そっち系、あ、そっち系、マータ、いや、そっち系か。ドラグマのセントラルドラグマ、なんでこれ、魔法カードの効果で消しモンスター1体のみを特殊召喚した場合に地元相手の草デッキを確認して、あー、うざ、なるほど、はいはい、あー、これね、これ先に出さないといけないわ。これちょっと万竜君1体しか入ってないから、追憶か、追憶とバスターブレーダー送る、融合召喚現れろ。ちょ、ちなみにエクストラデッキマジ足りねえっす、このデッキ。増字何チェーンするか、じゃあチェーンするか、じゃあチェーンするか。破壊拳の追憶の効果発動、破壊拳の追憶の効果によってもちろん融合素材をゲームから除外し、バスターブレーダー融合モンスター特殊召喚現れろ。破壊拳何か、破壊拳の使い手バスターブレイダーとストライカードラゴンをゲームから除外、現れろ竜破壊の剣士バスターブレイダー、お前ら今からドラゴン族なドラゴン族は俺にひれ伏せ。ちなみにこれ言うて相手あんま刺さんなそう。ドラグマってさ、なんか普通にさ、そのエクストラデッキから墓地に送ってカードの効果使ってくるから、だからあんま刺さんなそうなんですよね。エクストラデッキからモンスター出さないしね、あのデッキ。そしてマトリックス、うわこれ、ま、ドラゴンバスターブレード何も刺さんねえ、これ大丈夫かな、これ何一つ刺さんないかもしれないドラグマやべえ、さすがビーステッドメタデッキではあるな。いやビーステッドメタっていうかバスターブレードメタなのか。うわこれドリス姉さん出てきてもうた、やっべ、ドリスメ、これドレイドブルームもマジで仕事しねえな。ちょ、一応つけるか、一応つける。エクストラデッキからでもモンスター出さないよな、ロッケー。これエクストラデッキからモンスター送れない制約もつけてくんねえから、ちょっと一回破壊版、破壊拳のドラゴンバスターブレードつけて、で、フルルドリスちゃんが爆誕してこれで全部ドラゴン族になりましたと。でフルルドリスの効果で無効になります、やっべで、手札の効果無効にできないんだよな、くそ、てめえ俺のギミックの穴を抜けてくるんじゃない、全員やべ、ちょマジでやばい、それはガチでやばい。まあでもアルビオンが一応生きてるからなんとなんだろう、これだいぶやばいですね。あーでいくか、あヌトスじゃないんだ、ヌトスじゃない、誰だっけ、アルバスのセイント、あーこれ打点上がるやつか、はいはい、打点上がる。アルビオン対象取れないから対象取るのはバスターブレードかな、あーオッケーオッケー、28上がる、いや打点高いな、あうざいなセントラルドラグマ、これで俺
あれか俺のエクストラデッキから傍聴が出るのかカードを。うわ、決め。マクシムスはあかんな。マクシムスちょっとあかんな、それ。いや、ここだな。深淵竜アルビオンの効果発動。対象とするモンスターはアレバスの楽園および、何でもいいんですけど、まあ、何でもいい、バンリューでいいか。バンリューとかでいいわ。何でもいいので、これ特殊召喚します。で、もちろんアレバスの楽園を自分のフィールド上に特殊召喚。てか、あれだな。これ、バンリュー破壊さなくてよかったわ。そして、アレバスの楽園のモンスター効果。手札を1枚、墓地に送ることにより、貴様のフィールドのドラゴン族モンスターを全て吸収。破壊万竜のバスタードラゴンによって相手のフィールドの、モンスターは全てドラゴン族となっている。うわー、融合召喚深淵竜アルバレラテス。バゴン五体吸収、これが必殺なれ。いや、まあそんだけ引いてればそれは手数が出るか。いや、言うてあんまさんないけど全部モンスター吸収できた、強いわこれ。さすがに、さすがに最強。グヌヌヌヌヌヌ、セイント、セイント、アルバスセイントか、アルバスセイントめちゃくちゃ出てくる。くしきもアルバス同じ名前じゃねえか。くっそ、ちっきしょ、やりやがるぜ。で、今これ除外しときゃよかったのか、ドリドブリムで。いやー、ちょっと久しぶりに当たりましたね、このデッキ。あんま分かってません。ミック、何が起きるんですか。あと、自分のデッキですか。いや、これさ、やばいんですよね。マロン、やば。マロンはやばい、普通に。あかんこと起きる。これ、まあ、アルビオンは対象取れないんで、あ、そっちだよね。なるほど。でも、ドラゴン族認定はさせてくれるらしいな。ドラゴン族認定はさせてくれるらしいって、これ、どれ殴るんだろう。まあ、でも、さすがに、ドラゴン族認定おじさんな、あ、そっちなんだ。なるほど。なんか全然関係ないとこ殴ってくれた。あんまり関係ねえセット。なるほど。バスタードラゴンずっと生き残ってるけど、本当に悪さしてるのはバスタードラゴンなのぞ。よく分かってるかお前。本当に悪さをしてるのは全部をドラゴン族に変えているバスタードラゴンっていうことが分かってないらしいな、あいつは。これ生きる DNA 改造集団でね、ドロー。バルドレも来た。なるほど。では、バスタードラゴンの効果発動。バスターブレイダーモンスターが存在しない場合、墓地からバスタードラゴンを特殊、バスターブレイダーを特殊召喚。現れろ。ドラゴン族の数だけ打点が上がるぜ。バゴーン !3600、いいね。ええやん。そして、楽園、楽園融合を再セットして打ちに行く説あるな。悲劇のデスピアンの効果発動。このカードをゲームから除外し、自分の墓地の楽園融合を再セット。そしてまた楽園融合をぶち込んでいくぜ。てか、あいつ打点高えな。あいつ打点高くね？何出せんのこれ。これバスタードやな。楽園融合発動。これで、ちょっと打点で抜こう。アレバスの楽園と、ルベリオンを融合召喚。あれあれよ、怪人竜バスタードの効果、打点が3700にアップ。つえ、何それ、何っけ。あ、エクストラ企画カード送る。あー、いよいよいいだろう。相手のエクストラ企画にもうなんかそんなに使わねえから、まあいいわ。はいはい、スタペー送られていく、いいでしょう。そして、ザ・ビーステッド・ルベリオンの効果、破壊万竜バスタードラゴンを墓地送り、ビーステッドルベリオンを特殊召喚。ふぅーん、よし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 、なれー、逃げるしかねえ。破壊剣心融合の効果発動。破壊剣心融合の効果によりバスターブレイダーとドラゴン族モンスターの魂を合体。ふぅーん、ふぅーん、融合召喚、現れろ竜破壊の剣士バスターブレイダー。よし、これでヌトソウは食らわねえぜ。来た。ぶん殴ったら勝てるか。ぶん殴り、攻撃。いけ！バスターブレイダー、そしてドルドブルムの効果。ドルドブルムの効果によって、相手の、墓地のカードをゲームから除外し。あ、やべ！
伊達下がっちゃった間違えてドラゴン族除外しちゃったやっべちょやばいことやりましたちょごい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 そうクソみたいなプレミアしたちょまあ、いいやドロイドブルームで自爆特攻してドロイドブルームで処理してもらおうちょキモいことしたすごいキモいことしたはいクソプレミアしたかっこよく決めるところがかっこよくマスターブレーダーで決めるところだったのに大戦ありがとうございました皆さんは間違えてドラゴン族を B セットで除外しないようにね。あ、ゾウジ、万竜、マグナムート、サロニール、断罪。なるほど。これは通れば熱い。破壊万竜、破壊結晶万竜召喚。あ、通るな。よし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 。トーリング、ストライカードラグーン。まあ、これ最悪 B ステッドとかで除外されても、一応なんとかなるかもしれない。これどっちからだ？マグナムート、マグナムートからか。除外してマグナムート効果でサーチ入れる。はい。で、マグナムート効果発動。で、さらに、破壊剣士の守護万竜で、これはバスターブレイダー、いや、ドラゴンバスターブレイドでいいか。ドラゴンバスターブレイド、ドラゴンバスターブレイド送る。てかさ、あ、間違えたわ、これ。サロニール先だ。これサロニール先だった。ごめん、間違えた。ちょっとまだちょっとプリングだいぶ甘いな。これサロニール先発、行って、で、ルベリオン落とし、ルベリオンで、出てきたマグナムートリリースで獣構えられたわ。獣かクルクラグインか。いや、これミスったな。ちょ、ミスったわ。ごめん。こっち逆だ。こっちが後だ。で、こう。普通にミスったわ。ごめん。で、ベルテアナコンダ。で、サロニール効果。いやー、これミスったな、マジ。まあ、ちょっと融合モンスターに破壊耐性与えるか。残念ながら、ありえないミスを犯しましたが、まあ、本当はフクラクインがありましたね。ここ盤面にね、はい、普通にミスりましたが、まあいいでしょう。まあなんかなんとかなるってたぶん、まあ言うてまあ、ヨーラン通ればなんとかなるでしょう、さすがに。いけ、チンエンリューアルビオンで、カードを1枚セット。そして断罪はまあ一応置いといた方がいいのかな。まあ一応アルビオンを素材に、そのが墓地に送って特殊が無効はしないと思うけど、一応セットしといて、まあエンドでマグナムート効果。これはまあバルドレイクかな。うわ、これマジでミスったこれ。普通にフクラクイン置いといたらめちゃくちゃアドバンテージ稼げたやんこれ。皆さんはね、あのクソみたいなミス、あのサロニールとマグナムートがあったらサロニールから出すという動きが基本ですね。はい、普通に間違えました。フクラクインやべ、相手もフクラクインだ。これやばいぞ。俺のバルドレイクが。ああ、なるほど。なるほど。いいでしょう。まあ、モンスター出てきたところで、一応無限法要とか、いろいろとケアできるんで、出てきた、あ、ここですね。出てきたところで、破壊剣士の溶乱の効果を発動。破壊剣士の溶乱の効果により、破壊剣の追憶、そして、バスターブリーダーを墓地に送って、こっちでいいか。これによりエクストラデッキから破壊万竜バスタードラゴンを特殊召喚できる。そしてその効果に遅延し破壊剣の追憶の効果も発動。破壊剣の追憶の効果によりこのカードをゲームから除外し、自分の墓地から融合素材をゲームから除外し、バスターブレイダー融合モンスターを融合召喚。なれー、だれ貴様、そのカードはやべいや、これはアルビオンチェンジしよう。深淵竜アルビオンの効果発動。深淵竜アルビオンの効果によって墓穴の対象になった、バスターブレイダーとおよび、アルバスの楽印を、特殊召喚。自分および相手のフィールド上に特殊召喚するぜ。もちろん相手のフィールド上に特殊召喚することによって、これどっちがバスターブレイダー、バスターブレイダーは相手あげちゃう。これあげちゃう、これ強いから。これドラゴン族に相手に強いから。
で、アルバスの烙印を特殊召喚。そして、宝の対象なし。で、追憶の対、素材もなし。はい、すいませんでした。そして、バスタードラゴンを、シンクロ召喚。そして、さらに、アルバスの烙印の効果発動。アルバスの烙印の効果により、いや、これさすがに、さすがにバルトレイクか。テルダは一枚墓地を送り、相手のフィールド上のモンスターを素材にして融合召喚を行う。もちろん相手の盤面にはバスターブレイダーがいるぜ。うわ、てめえのバスターブレイダーと俺のアルバスで合体融合召喚。あらあら、ユーファガイド禁止バスターブレイダー。お前ら今からドラゴン族で、ドラゴン族は全部渋表示になってもらうぜ。そしてさらに破壊万里バスタードラゴンの効果発動。バスターブレイダーモンスターにドラゴンバスターブレイドを装備。ブリッ強い。何、やべ、ちょっと待って、それは普通に上同時、さすがにちょっと無理でしょこれ。これ何も出せませんよ相手。なに貴様やるじゃないか、なかなか。いや、まあでもバスターブレイダープラスバスタードラゴンの盤面多分無理だと思うけどな。で、あのドラゴンバスターブレイド装備してるんで草敵からモンスター出ないんで、この最強コンボが整うと、まあ、大体大丈夫なんだよね、このデッキだったら。多分相手の墓地に落ちてなんかめちゃくちゃあのやばいことするみたいな。あー、白雪落ちたか。白雪落ちたけど白雪出てきても別に効果無効だから大丈夫だ。大丈夫大丈夫大丈夫、問題ない問題ない、今のところ問題ない。で、草敵からモンスター出ない、大丈夫。何これ、あれか、白雪出てくるのか。あ、やべ、ドラゴン族除外されたから、バスターブレイダーの盾下がっちゃったまあいっか。はい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 、いいでしょう。たら、あ、フクラクインでワンドローかけていくね、スタイルね。 OK 了解 OK 了解 OK 了解 OK 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 よーしこの盤面ね、作ったら大体こういうエクストラッキー依存してる展開系デッキは大体全部死ぬんで。よっしゃアルビオン、ありがとう。あー、まあ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 、ビーステッドドロイドブルム君になんとかしてもらうしかないですね。これは強欲で貪欲な壺、これ5枚ずつ除外されるの結構キモくね、これ。普通にこれさ、除外ってか、このなんか除外エフェクトで一番キモいのは金満で金貨の壺なんですけど、あれ5枚除外して1枚除外されるんですよ。なんか5枚ずつ除外されるからかなんか知らんけど、あれめっちゃキモいから、何モルガナイトガチでやばい。かいえやばい、じゃ全然知らん、なんだ俺。レスキューラビット、ベルズヘリオロープ、どういうこと。ベルズヘリオロープできたのよ。ベルズカストル、やべえ、バカ、ベルズバンドラゴン、ベルズデッキなんだけど、なんか相手いつの時代のデッキ使ってんだよ。ベルズマンドラゴン、ベルズオピオン、やばやばい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 、それはやばい。エクシーサイ持ってるこのカードがモンスターの捧げで、お互いにレベル50のモンスターと特殊なんだけど、やばっ、なんもでんやん、やばい。ちょっとリンク召喚でなんとかできるよこれ。オピオン、ダブルオピオン、ダブルオピオン、やばダブルオピオン、やばくね。単発感染、セットセットセット、やばい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 、ちょ、あかん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 。サロニール、でもとりあえずちょっと開幕だけ打つわ。開幕打ちます。で、手札捨てます。で、これはアルベルを特殊召喚します。一応ね、レベルが、4だったらいけるから。で、サロニール、これマジどうしよう、何もできないでよ俺。バンリュー持ってきたところで何も起きない。でリンク召喚でアナコンダしたところでアナコンダが何もしない。いや、これやばいな。え、これ獣じゃねこれ。いや、これ奇跡を起こすんならこれ獣持ってきて、ドリドブルームアドバンス召喚獣セットエンドなんだよ奇跡を起こすにはそれしかねえ。まあ、とりあえず黒ゴリューアルビオンの効果だけ使ってワンドローを入れて、まあ結構もうどうでもいいな。まあ、一応フクラクイン置くか。まんま関係ない気するけど、フクラクイン置いて、で、アルビオンを墓地送ってワンドローを入れて、
で貨幣打ってで貨幣効果使って、まあ、ちょカルテシアだけ出してマジで俺アルバスのラックインク何も仕事しないのやばいな。何あのベルツオピオンとかいうモンスター強すぎんか。なんだあのゴミモンスター。マジでこのアドバンス召喚しかねえ。しかも2550あんのかよあいつ。打点高っ、うざ、劇的にうざい。この2550とかいう打点やべえ。もうここしかねえだろ。楽園の獣発動、楽園の獣効果、ドルイドブームを墓地に送って、ベルズオピオンを破壊し、そしてもう片方のまあでも反発感染なんだね。反発感染はある。マオトラップカードの効果を受けない。つまり楽園の獣では破壊されない。そして、ただドルイドブームの効果を発動する、特殊召喚されたモンスターを、墓地に送ることができる。いけるぞ。一体しょった。頑張った。もう一体どうしよう。何このダブルオピオン地獄すぎないか。いや俺結構頑張ったんだけど。いた。いやこれ何引いたらいいの。何引いたらいいのこれ。楽園融合とか1ミリも打てないんだよね、もう。あ、これあれか、副楽園が置けるのか。副楽園、まあ置いたところで出せないしな、何も。副楽園。副楽園置きました。え、無理じゃね。いや全然無理なんだけど。何も引かない。召喚しても何も起きない。やべえ、しかも優先権渡ってるわこれ。神線だこれ、多分神線だあれ、あの伏せカード。終わったわ。いやこの現代遊戯王においてもこのベルズオピオン2へのおもろいな。レベル4ベルズモンスター ×2、 お前召喚条件重すぎんだろ。